あなたは日本のレーザー技術力をご存知でしょうか。すでに世界屈指の成果を持っているのです。今回はそんな SF 未来なレーザーシステム技術について詳しく見いきますね。三菱と河合のこの技術力は世界屈指みたいです。護衛艦イスモなどの空撮映像を阻止できる技術があるのです。すぐにでも配備し漏洩防止に使用できます。コスパいい、兵器は海外でも売れるんじゃないかな。日本も同志国には売り出ししてもいいのではないかな。韓国以外はね。まるで SF の世界から飛び出したような兵器が出現しました。三菱重工業と川崎重工業が防衛・セキュリティの総合展示会 DSEI ジャパン2023年3月15日から17日に高出力レーザーを使った車両搭載型ドローン撃墜システムのプロトタイプをそれぞれ出展しました。ドローンの利用はロシア・ウクライナ戦争でもメディアで何回となく報道されています。近年、偵察や地域の情報収集などの軍事目的にドローンを使う事例は確実に増えているようです。ドローンはミサイルで撃墜もできますが、ミサイルは一機あたり価格が高額で、多数ドローンの撃墜に使うのは何とももったいないわけです。一方、レーザーなら電力があれば繰り返し発射できますし、発射時の騒音や火炎がないので、敵から発見されにくいというメリットがあります。三菱重工が展示したドローンについて紹介します。出力 10kW の固体レーザーを使用する撃墜システムで、レーザーには、加工などに使用されている固体レーザーの一種ファイバーレーザーを使います。中核には、キドルイ元素の YB、イッテルビウムをドープ、電化した光ファイバーを増幅媒体として利用する装置となります。レーザーの波長は金赤外域の1マイクロメートル帯で、射程は 1.2km ということです。同社のブースでは、ドローンの撃墜テストの様子を撮影したビデオも流し、実際に撃ち落としたドローンも合わせて展示したそうです。デメリットともなりかねない大気中の水分によるレーザー光吸収の影響に関しては、説明員曰く、ある程度の降雨では大きな問題はありません。ただし、霧やも、矢の影響については今後確認することになっていますということです。三菱重工が開発したシステムを説明します。内蔵している広角カメラと望遠カメラを使って的を絞り、飛行中の物体を広角カメラで捉えると、その画像を AI 解析してドローンを識別します。そして、レーザーと同軸に配置された望遠カメラでドローンを追尾してロックオン、レーザーを発射するということになります。上空を飛行するドローンに、レーザー光を正確に当てることが重要なポイントになるでしょう。そのため、同社は、誘導ミサイル用に開発した画像処理技術を応用しているそうです。ウクライナ戦争では、ニュース映像などで様々なドローンが実戦投入されていることはご存知ですね。これによって、戦場のあり方が大きく変わったと言えましょう。DSEI ジャパンでは、前述のレーザー装置はもちろん、無人機関連展示が注目を集めたと言われます。人的被害を少なくするためでしょう。三菱重工業の担当者によると、この高出力レーザー装置は、車両搭載型で、車内での研究が重ねられてきたそうです。過去2年ほどは、種子島で実証試験を繰り行ってきました。レーザーのように、エネルギーをターゲットに照射して破壊する、指向性エネルギー兵器 DEW は、防衛面からは、コスト面で、大きなメリットがあると言われます。例えば、イージス艦に搭載される迎撃ミサイルは、一発あたり約40億円もかかるのです。これに対して、レーザー兵器は一回照射するのにかかるコストは、電気代数100円程度とされます。電力が続く限り、ミサイルや弾薬の心配もないということなのです。三菱重工業は、社内研究を踏まえて、2021年11月、防衛装備庁と車両搭載高出力レーザー実証装置の研究施策の受注を、契約は8億2500万円で契約しました。2021年度予算で、防衛省は、車載レーザーシステム実証費用として28億円を計上しました。
将来の軽空脅威への効率的な対処が期待される高出力レーザーについて、現在継続中の高出力レーザーシステムの研究成果を活用し、レーザーシステムの車載化を実証するという説明がなされています。防衛装備庁と海自は、2023年10月17日、世界初のレールガン、電磁砲の洋上射撃試験を行ったと発表しました。防衛装備庁が開発を進めているレールガンを艦艇に搭載して実施したということです。防衛装備庁は、この洋上射撃試験の短時間の動画を、X、旧 Twitter に投稿すると同時にコメントを発表。内容は、従来の火砲を凌駕する高速度の弾丸で、空や海上の脅威から艦艇を守るため、レールガンの早期実用化を推進しているというものでした。レールガンについて説明します。レールガンとは電磁砲とも呼ばれますが、電気エネルギーから発生する磁場を利用して弾丸を撃ち出す兵器のことです。従来の火砲は火薬を用いていますが、それと比べると弾丸の初速が大幅に高めることができるそうです。つまり、高スピードが出る兵器ということですね。主な用途として想定されているのが、極超音速兵器ハイパーソニックウェポンズへの対処とみられます。同兵器は、音速の5倍というマッハ5以上の極超音速が出せるので、通常の弾道ミサイルより低い軌道を長時間飛翔し、任意のタイミングで、スピードや高度を変えることができる機動性も持っているそうです。すでに、中国とロシアが、アメリカより、先に第一線部隊に配備しているとか、実質的効果は確認されていないようですが、ロシアは、ウクライナ戦争で、史上初めて実戦で使用したと推測されています。極超音速兵器は、その高スペックゆえに、既存の防衛システムを突破する可能性のある大きな脅威とみなされ、世界各国が対応すべく技術開発を急いでいるとのことです。極超音速兵器の弾道のイメージを紹介しますね。弾道ミサイルは、発射後、高度 100km までの大気圏を越え、放物線を描きながら目標地点に着弾します。一方の極超音速兵器は、発射後上昇し、高度20から 80km 付近の低高度を変則軌道を描きながらターゲットに到達するということです。防衛装備庁によると、極超音速兵器に対する防衛では、迎撃側も極超音速で、会合点に向かって飛翔することが重要とのことです。レールガンは高速化のポテンシャルが高いので、火砲と比較して長い射程にも対応できる兵器です。例えば、アメリカの先行研究によると、200km 程度の射程も可能と見ているそうです。プラスのメリットは、誘導弾と比べて弾丸サイズが小さいので、探知、迎撃されにくい、発射薬がないので安全に運用できるなどです。そういった点から、対極超音速兵器として有効であると判断したとみられます。今から30年以上前の1990年、平成2年に、防衛装備庁は小型レールガンの基礎研究をスタートし、2021年までに、口径 40mm の中型レールガンの試作を完成させました。この試作では、火砲としては、高速な戦車砲の 1750m 秒を上回る弾丸初速 2000m 秒以上を目標に設定したそうです。すでに、2297m 秒約マッハ 6.6 の初速で、約 320g の重さの弾丸を発射できる能力を示しています。現在は単位ですが、実戦で必須となる連射や弾丸の飛翔時の安定性などの要素技術の確立が目標ということです。なお、今回洋上射撃試験に使用したレールガンは、研究試作をした口径 40mm のものとは別物と思われます。あくまでも憶測ですが、艦艇に搭載できる小口径版を開発した可能性も考えられます。これについて、防衛装備庁はノートコメントとしています。理由としては、射撃試験の細部やレールガンの使用を明らかにした場合、試験の規模やレールガンの能力が推測される恐れがあるためと言っています。無人攻撃機、ドローンを
遥かか彼方から撃ち落とす時代になり、効率的ではありますが、手を汚すという自覚なしに、他人の命を奪えるようになったわけです。顔も名前も知らない人をボタン一つで殺してしまうというのは、なんとも恐ろしいものではないかと思うのはセンチメンタルなのでしょうか。2023年11月13日、アメリカの民間の非営利団体海軍研究所 USNI、ユナイテッド・ステイツ・ナバル・インスチチュートは、日本最大級の軍艦が F-35B ライトニング2戦闘機運用に必要な試験を受けるため、2024年にアメリカ東海岸に来航する予定であると発表しました。今回の主題は、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証試験です。改造後、初めての長期航海に出る加賀が、そのまま F-35B を加図機艦載しての寄港となったら、中国への抑止効果になるなんていう声もあるようですが。さて、USNI が言っている日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことです。2023年10月末、海上自衛官と航空自衛官で構成された日本側の視察団が、アメリカ東海岸や大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているのです。USNI の分析によると、プリンス・オブ・ウェールズが試験をしている同じ海域で、空母化改修後の出雲型護衛艦が、F-35B 運用に関する様々な試験を行うのではないかということです。日本政府と防衛省は、2013年平成25年以降、海地が保有している出雲型護衛艦2隻を空母とする作業を進めていたと同時に、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の購入も計画していました。現時点で、F-35B 戦闘機は、およそ42機の購入を予定しているようです。この機体を運用する飛行隊を新たに航空自衛隊内に作り、宮崎県新富町の新田丸基地に配備すると公表しています。九州に配備する理由として、南西諸島空域でのスクランブル発進に最速で対応するためであると同時に、台湾有事も視野に入れているということでしょう。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述の通り、アメリカ東海岸での無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているので、前述の UNSI が、同様のテストを出雲型護衛艦でも実施する可能性を推測しているのです。姉妹艦のクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定のプリンス・オブ・ウェールズ。36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターの搭載能力を持つ空母です。クイーン・エリザベスが女王艦なら、プリンス・オブ・ウェールズは皇太子艦ですね。この船体は、4つの地域、ポーツマス、ロサイス、バロー・インファーネス、クライドで、BAE システムズと VT グループが建造を担っています。最終組み立てを、スコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで行うそうですが、ここは、クイーン・エリザベスの改修工事も行われた場所でした。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に参加するため、イギリスのポーツマスを出港しました。しかし、出港直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されたため、演習航海は中止となりました。さて、どうしたか、皇太子に代わって、女王が9月8日に出港することとなったのです。
ウエストラント22で予定されていたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期になったのは言うまでもありません。英国放送協会 BBC はこの損傷についてアメリカへの演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら戻ってきたとからかいましたが、シャレになりませんよね。プリンス・オブ・ウェールズは修理のためロサイス造船所に入居しました。しかし、クイーン・エリザベスの部品取りにされているという悪質なデマが流れたこともあって、国防大臣が慌てて、これは一時的な応急処置と釈明する事態になってしまったのです。修理と能力強化のための改修に約9ヶ月を要しました。プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日にドックを出て、28日には CH-47 ヘリコプターが飛行甲板に着艦する画像を SNS に投稿していました。10日後の7月31日には映画トップガンマーヴェリックに登場するセリフをパロディ化したような文章を投稿、皇太子艦の飛行甲板の運用再開をアピールしたのです。一方、軽空母への改修が完了した海事護衛艦加賀ですが、2023年11月17日、母港呉基地へ帰還しました。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけです。偶然なのか、旧日本海軍の空母加賀の進水日も、同じ11月17日だったので、運命的なものを感じるという声が上がったとか、アメリカ東海岸への派遣艦破加賀になるのではないかと噂されているようです。あるいは、アメリカ海兵隊やイギリス海軍の F-35B 戦闘機を使用して、空母としての機能を確認する目的ではないかとも囁かれています。出雲級の空母化については、発着艦機能整備に加え、艦隊内の本格的な改装もまだ構想段階です。既存の F-35 キャリアを参考に課題を洗い出した後、2万6000トンサイズにあった空母化改修を行うと思われますから、空母としての機能を完全に備えるまでには、かなりの時間がかかってもやむなしと考えられるのです。話は変わりますが、艦艇排水量のうち、満載排水量とは船そのものの重量ではなく、燃料や乗員の体重、水や食料などの積載貨物を加算した総合重量です。強襲揚陸艦の場合は、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれるわけですね。つまり、上陸作戦要員がいる分、空母より広い居住スペースが必要で、装備には、大きな戦車やトラックがあるので、車両庫等のスペースも必要です。上陸作戦関係の重量が増えたから、航空機の運用能力が拡大するわけではありません。スペースもスピードのそのままです。また、加賀が空母化しても、艦載機である F-35B の購入や、空自パイロットや整備員の養成もこれからの話なのです。何も始まっていないということですね。こういった過程を追加しても、搭載可能な F-35B はたった10機ですから、戦力では、中国海軍やアメリカ海軍の正規空母とは、全く比べ物になりません。戦力にならないなら、別の使い方を考えなければなりません。そこで、最有力と思われる使用方法とは、イギリス国海軍空母のように、アメリカ海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として使用することではないかという意見があるようです。もう少しプリンス・オブ・ウェールズについて見ていきます。前述のように9ヶ月もの改修と大幅な能力強化を受け、2023年7月21日にはスコットランドのロサイスのドックから出てフォース川に入り、母港ポーツマスへの帰路に着きました。その途中、7月29日には、プリンス・オブ・ウェールズの公式 X に飛行甲板が使用再開されましたと、ヘリコプター CH-47 チヌークの着艦写真とともに投稿されました。その2日後の7月31日、飛行甲板の再開に関して、投稿が再びありました。映画、トップガン、マーヴェリック内でのセリフをパロディ化したものと思われる内容です。飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、
着陸準備をしてください。フライトデッキは営業中ですというユーモアのある投稿でした。それに対して、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。一度、穏やかなベルファスト港を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントも寄せられていたそうです。プリンス・オブ・ウェールズと出雲、護衛艦は、台湾有事が起きた際には大活躍してくれると期待する向きも多いようです。ところで、プリンス・オブ・ウェールズはイギリス海軍の艦艇ですよね。ということは、基本イギリス領海にいるのではないでしょうか？となると、台湾有事の場合、イギリス本国から駆けつけるとしたら、相当時間がかかるのではないかと心配になってしまうのは筆者だけでしょうか？